エイブルトン認定トレーナーのアキムです。今日の話はこちら、一曲作ろう編、曲を書き出そう、最終回ですね。一曲作ろう編の、まず今までちょっと作ってきたものをアレンジメントビューに配置します。配置します。一個ずつやってもいいんですが、こういうことですね。一個ずつやっててもいいんですが、まあ、正直しんどいのでシーン横一列一気にいってみます。このシーンのところですね、マスタートラックにこう数字が書かれてるのが並んでますが、今4って書いてあるやつですね。シーン1個しかないですけど、これを、マウスでクリックしてドラッグですね、アレンジメントビューのこの右上ボタンに行けばアレンジメントビューに切り替わるので、トラックを間違えずにちゃんとドラムはドラム、ピアノはピアノに置けるようにで、選択して、マウスを動かして、でマウスを離せば OK ですね。でセッションビューの場合、便利な機能なんですが、4小節のドラムと、8小節のベース同時に鳴らしてもちゃんとループしてくれますが、アレジメントビューだとそうはいかないので、コマンド D、 Windows だとコントロール D を使って複製しちゃいます。複数選択しての複製でも OK ですね。でこれで全て8小節になりますね。で次にアレンジメントに戻るボタンを確認してください。今ついてませんけど、例えばセッションビューの方で何かを再生していた直前までなんていう時には、このボタンが点灯しています。この赤いボタンですね。で見てわかる通り、こう雲がかったような感じになりますね。でこれですと音が鳴らないんです。鳴っているのはごめんなさい、セッションビューの音ですね。アレンジメントビューは音が鳴りません。こんな感じなので、どうするかというと、この赤く光ってるアレンジメントに戻るボタンをクリックしてください。これで OK ですね。これで音が鳴るようになります。はい、OK です。で今聞いてもらった通り、メロディーだけになってますね。ここです。各トラックがオンになってるかを確認してください。メロディーだけになっている、ソロモードなんで、当たり前ですね。ソロモードを解除します。で他のトラック、これもちゃんと点灯しているかを確認してくださいね。なぜこれを細かいこと言うかというと、僕がよくこのミスをするからですね。オフってるやトラックは、書き出されません。なので、書き出して後から聞いて、あれなんか入ってないななんていうことがまあまああるんで、これ一応確認してください。で書き出し部分を選択です。例えば今ベースのレコというこのクリップを、選択してますが、これ8小節ですね。これが8小節分書き出してくれます。例えばこの4小節分のクリップを選択しておけば4小節、書き出してくれますね。なんですが、これだと1個問題があって、例えばなんですが、メロディーをちょっとソロで聞いてもらうと、曲が終わってもディレイが残ってますね。今消えました。この辺で消えましたね。これがですね、ブツッと切られてしまうことになるんですね。ディレイの残りもなく、ブツッと。もちろんループとして書き出すっていう方法もあるんですが、今回曲として書き出す話なので、そっちのループとして書き出すはちょっと置いときます。ディレイがブツッと切られるのは、よろしくない。じゃあどうするかというと、マスター広げて、オートメーションモードをオンにします。 PC キーボードで A ですね。だいたいこの辺で消えたので、それまでによいしょ、フェードアウトできるよ、こんな感じですね。これで OK です。ブツッと切れることなく、ディレイも最後まで入ることになりますね。まあ、一応保険として僕の場合なんですが、16分音符1つか2つ分ぐらい後ろ長くしたりすることもあります。どういうことかというと、
ここから曲の頭こう選択すれば選択部分だけ書き出してくれるので、曲のドア頭からフェーダーを下げてディレイの残り最後の残りまでがしかも消えないよ、ブツッと言わないようにフェーダーを下げてフェードアウト気味にしといて、さらに保険でもうちょっとという感じですね。ただこれだけだとちょっとあれなんで、あれというのはですね、このドア頭から始まるっていうのがまあまあ何ですかね、当然っちゃ当然の気もするんですが、この場合ちょっと64分の1一つ分ぐらい前に付け足しておきます。ほんのちょっとの空白ですね。あんまり開けすぎると、空白から始まる曲に聞こえるので、ほんのちょっとだけ前を付け足しておくことを、しています。そうするとまあまあ書き出した時にうまくいくかなというところもありますね。で最後書き出しです。オーディオエクスポート、Windows だとコントロールシフト R、 Mac だとコマンドシフト R、 これよく使うので、もう手の癖で覚えちゃってくださいね。はい、こんな感じ。オーディオビデオエクスポートというウィンドウが開かれます。書き出されるトラックはマウスを選んでくだ、あ、マウスやね、ごめんなさい、マスターを選んでください。いろいろありますけどね、バラバラで書き出すこともできますが、今回は曲の書き出しなのでマウスです。で、いろいろ書いてますが、これ基本的にオフで OK です、今はね。で、ここチェックだけしておきたいのが PCM エンコードオンで、もう一つ MP3 をエンコード、これどっちかですね。両方オンにしとくとですね、このままエクスポートをすると、ここで選んだ今 WAV は選んでますが AIFF とか FLAC とかのものと同時に MP3 も書き出してくれます。これ便利ですね。まあこれで書き出すのとエクスポートを押すと、Mac だと Finder、 Windows だと Explorer が立ち上がりますね。でこれで、保存押せば OK です。押すとこんな感じですね。ああ、やっちゃいました。ソロを解除してませんでしたね。はい、これを解除してもう一回確認してから書き出してください。で書き出されると当たり前ですけどフォルダー内に保存されているので、そこから先は、動画をつけるなり何なりしてサウンドクラウドにアップするなりしてみんなに聞いてもらおうという話ですね。はい、以上ここまでになります。オーディオ書き出しについてはですね、なかなか奥が深い部分があるので、公式マニュアルのオーディオファクトシートというのがあります。これを読み込んで、やってみるとより高音質で、書き出すことも可能になるので、興味がある人は、読んでみてください。はい、では今日ここまでです。1曲作ろう編の最終回でした。曲を書き出して完了ってとこですね。ではここまでになります。良い音楽ライフを。